イバイ・ゴメス・ペレス、イバイ・ゴーメズ・ペレス、1989年11月11日イは、スペイン・バスク州ビスカヤ県ビルバオ出身のプロサッカー選手。ポジションは、MF2008 年にバスク州の小さなチームでプロデビューし、2010年7月に地元のアスレティックビルバオと契約。10月17日のレアル・サラゴサ戦で、プリメーラ・ディビシオン初出場。 以降出場機会が増え、2012年5月の UEFA ヨーロッパリーグ決勝戦に出場するもアトレティコマドリードに敗退。2012から13シーズンは自己最多の35試合に出場し、2012年11月17日のレアルマドリード戦でラリーが初ゴールを決めた。しかし、以降は右膝の負傷に苦しみ、2015から16シーズンは5試合の 出場にとどまり、当時のエルネスト・バルベルデ監督の構想外となり、同シーズン終了後に解雇。解雇された同日にデポルティーボ・アラベスト3年契約を締結した。2016年9月10日の FC、バルセロナ戦で遺跡後初ゴールを記録し、敵地カンプノーディ2から1での勝利に貢献。2016から17シーズンは、コパデルレイで決勝に進出し、準優勝を果たした。 2019年1月10日、アスレティックビルバオと2022年6月30日までの契約で復帰することが発表された。2021年7月16日、イバイ・ゴメスは双方合意のもと、残り1年あった契約を解除することを発表した。ありがとうございます。